はい、皆さんこんにちは、マッスンでございます。じゃあ、2000GT のボディにクリアを塗っていきます。で、この栄養ドリンクの上についてる方はアクリージョンで、このコーヒーの缶につけてる方ラッカー、わからんくならないように一応裏にラッカーとかアクリージョンって書いてるんですけど、安定の透けてますけどね、まあまあこれもしゃあないとして塗っていこうと思います。じゃあラッカーから塗っていきます。今日はうちの子供と一緒に塗っていこうと思います。じゃあはい、押し見そしたら空気だけ出て、これを下げたら塗料が出る。ほら、もっと一緒に塗るぐらい。でこうやって出しながらこうやって、ほら塗りにくいな、ちょっと。塗れるか、ダメちゃうの。よし、わあ、ダメだ。ちょっと、もっとだけ持ってもらおうかな。パパ塗ったのかな。あ、かかったよ。いいよいいよ。指にかかる。あ、確かに塗りやすいわ。塗りやすぎだ。まずラッカー系の塗料である、EX クリアですね。これをまず塗っています。レベリングスネーキで、2倍に希釈したものですね。すぐ乾くの？そうやな、まあまあどのぐらいかな、2時間ぐらいで乾くけど。2時間って夜？まあそうやね、今からやったら晩ご飯ぐらい。ちょっともう面倒なんで一発拭きでシャシャッと仕上げていこうと思います。もうさらに時間かかったり、さあ、大丈夫。はい、こんな感じです。色が全然違う。ツルツルです。塗る前と塗る後でまあこんだけ違うということで、向かって右側が今塗ったやつですね。やっぱり塗った方がまあ光沢はプラのままなんですけども、ベースのカラー塗ってないですけど、塗った方が光沢は出ますということです。はい、じゃあちょっと用意してアクリージョン塗っていこうと思います。一旦カメラ止めさせてもらいます。はい、アクリージョンの準備ができましたんで塗っていこうと思います。このままでもツルツルに見えるけどな。まあ、はい、じゃあ、もっともらおうか。持ってくれ。これ断っていい？はい、じゃあ塗っていきます。水性のアクリルの溶剤で、ちょっとだけ薄めてます。1対1までいかないですね。塗料1に対して 0.6 とか 0.7 ぐらい、結構もともとシャビシャビなんで、その感じで塗っていこうと思います。いや、な、もうな、持っといてんのちゃう。はい。あ、ほんとだ、一緒のやんの。ちょっとね、ただ塗料もともとなんか真っ白い感じなんで、ね、塗ってる。さっきよりはツルツルな感じだった。はい、こんな感じで。え、白い。ちょっと白いな。元々の塗料がね、なんかちょっと白っぽいんですけど、ちょっと白い感じがありますかね。絶賛垂らしてしまいましたね。ちょっと、ね、粘度がよくわからない感じです。まあまあこのままちょっと乾燥させてみましょうか。この白いのが乾燥後にどうなるかということで見ていこうと思います。じゃあ一旦カメラ止めて乾燥した状態からスタートしたいと思います。
はい、2000GT のラクプラのボディ完走が終わりました。こっちが、いつもの EX クリア、ラッカー系のクリア塗料で塗ったもので、こっちがアクリジョンで塗ったものになります。でちょっと大きさ違うく見えるんですけど、これ足のサイズが違うだけで同じものを塗りました。同じ色、同じものを塗りました。はい、で、まず EX クリアの方なんですけども、塗料1、レベリングシンナー2の割合で希釈したクリアの塗料をスパーマックス、タミヤのスパーマックス 0.5 口径のエアブラシで塗装をしたものになります。でめんどくさいんで、も1層で1回でちょっと厚めにドバッと吹いてみましたけども、かなり光沢が出てまして、これ成型色の上からそのままクリアだけ吹いた状態なんですけど、かなり綺麗に光沢を出すことができました。ちょっとね、粒粒が、大きい粒粒が入っているの、これ塗装が私がちょっと下手なだけなんですけど、はい、そこを目をつぶるとですね、かなり綺麗に光沢が出ているのがわかると思います。とはいえ、このラッカーって裏に書いた、どこの角度が映るかな、この辺が映るかな、ラッカーって裏に書いたんですけど、あれどこが映るかな、どの角度が映るかな、やっぱり中色は隠蔽力というか、その光を透過させる色だなっていうのがよくわかる。こう裏にラッカーで塗ったよっていうのがわかる。ラッカーって書いたんですけど、かなりね、こういう風に透けてますね。はい、まあ、これを防ぐためにいつもサフ拭いたりとかしてるんですけど、はい、というような状況であります。まあ、やっぱり普段塗り慣れてるっていう塗料でもありますし、希釈もまあ普段自分がうまく塗れる希釈ってこんなもんだっていうのとか、圧力はまあいつも一定のものを使ってますし、エアブラシもいつも使ってるもんなんで、まあ、失敗する要素が少ないですよね。ザラザラになってしまうような、そういう要素が少ないなっていうのが、こういうツヤツヤに塗れる要因というか、まあ、要素かなというふうに思いました。はい、でも塗ってから丸7時間8時間ぐらいですかね、夕方に塗っても夜中の2時3時なんで、はい、かなり綺麗に光沢、もう全然触っても大丈夫な状態になってます。はい、一方でアクリジョンなんですけど、これもねちょっとね、希釈が大体どのぐらいが自分が塗りやすいかっていうの分かってないっていうのもあるんですけど、結構ねツヤツヤにテカテカに塗ったつもりなんですけど、乾く段階ではこういう風にちょっとこうザラッとした感じになってしまいました。横っちょはねうまく塗れてたりするんですけど、ちょっとねザラザラが目立つようなこんな感じの塗り心地、完成の様子になります。でアクリジョンもともとちょっとね白っぽい塗料なんですよ。白っぽい塗料なんで、塗った時はね青白く塗料が白く見えたんですけど、あこれ大丈夫かな、かぶった感じになるかなと思ったんですけど、ちゃんと乾燥するタイミングで塗料の白濁した感じはなくなって、透明な色になりました。でちょっとね垂らしちゃったんですけど、この辺を垂らしたところはねその色味が残ってて青白い感じ、これ多分完全に乾燥するとアクリジョンの色がなくなってここも透明になってくるとは思うんですけど、もともとこんな感じで全体にこう白っぽい青白っぽい感じがこう乗っちゃって、あこれ大丈夫かなと思ったんですけど、全然乾燥すると大丈夫そうですね。で横っちょとか結構うまく塗れたんですけど、まあ、若干ちょっとザラッとした感じが、これは私が希釈を間違えているのか、もうちょっと分厚く塗るべきなのか、ちょっとわからないんですけどね、まあ、普段ラッカー塗ってる感じで塗ると、まあ、こうなったよという結果の紹介でございます。決してアクリジョンのことをこう悪く言ってるわけじゃなくて、はい、全く別物のラッカーとは全く別物の塗料ということで、ある程度これを使おうという方はですね、希釈とか圧力とかをいろいろ研究した上でこれだっていうのをこう探し当てる必要があるかなというような感じの所感を思いました。こんな感じです。相変わらずアクリジョンという文字ががっつり透けてますけどね。はい、というような状態です。はい、ということでですね、またこのボディについては明日以降ですかね、しっかり乾いた後に子供と一緒にシールを貼って、完成ということで、作業を進めていこうかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、やっぱりは許すんであればラッカーの方がだいぶ綺麗に
濡れるかなと、自分はですよ、自分はラッカーの方がやっぱり綺麗に塗れるかなというような所感を感じた今回の実験動画でありました。ちょっとね、研ぎ出しをする上ではかなり厚めにあのクリアを塗っていきたいんですけども、そのクリアを塗るにしても結構ね垂れやすい感じはあるんで、厚拭き自体がちょっと向かない、それにその領域に達する頃にはもうちょっと筋とかがねしっかり埋まってしまうような感じの、あのやっぱり乾燥時間の遅いアクリル塗料なんで、こう乾燥までにあのこの筋とかにこうしっかり塗料が流れ込んでいくような感じの印象を受けました。もうちょっとこれ以上はね塗らずにやっていこうかなと思います。あのがっつり研ぎとかやってあの塗膜の強さとかも見ていこうかなと思ったんですけど、ちょっと今回は微妙かな。研ぎとかはあんまりできるように厚く塗るには至らないかも。もうちょっと大きいボディのキットとかだったら話変わってくるかもわかんないんですけど、このラクプラのサイズですね、32分の1ですかね、でいくと、ちょっと厳しいかなと。研ぎとかするには筋とかが埋まってしまうような、そういう感じの塗料だったなというふうに思います。まあとはいえですね、こういうふうに遠目で見たらかなり綺麗に光沢が出てますんでね、まあこっちも比べるとあれですけども、遠目で見るとかなり綺麗にツルツルの光沢出てますんでね、塗る前に比べたら明らかに光沢は出てますんで、あの何も塗らないのよりは絶対こういうのを塗った方がいいかなという感じです。でもしね、マンションにお住まいの方で排気を廊下に出さないといけないとか、お隣のね方が近いところに住んでいて、ちょっとあまり臭い塗料の排気を出すのはちょっとという場合はですね、全然アクリル錠も使えるのかなと、使用するにあたって検討の一つに入れるのは全然ありなんじゃないかなというような感じの印象を受けました。はい、ということで今回は EX クリア、ラッカー系のクリアと水性のアクリージョンをですねそれぞれ塗ってみた動画でございます。こんな感じですね。まあ、EX クリアのがやっぱり綺麗は綺麗だし、早く乾くし、塗膜も硬そうな感じが、マスキングテープから反射してるの分かりますかね。まあ反射しますけど、ちょっとボケてる感じがありますけどね、遠目で見れば全然ね分からないかなという感じでございます。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただこうと思います。チャンネル登録いただけてない方おられましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また私が使ってます工具機材消耗品、このラクプラのキットもですね、 Amazon のリンクを動画の概要欄に貼っておきますので、気になる方おられましたらご確認をよろしくお願いいたします。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。